はい、どうも、キシリトールです。国道走破の旅175号線なんですが、今から2回目ですね。さっきの休憩の続きから撮っていきたいと思います。じゃあ、行きます。ここ曲がって175号線復帰ですね。まあ道の駅行ってたんですけど、さすがにね、今まだ8時半なんで、多分10時ぐらいオープンなんじゃないかな。まだみんな用意してて、人も少なくて。違ってもうね、今から走るところは本当田舎なんで、左側に見える建築物が、そうですね、バイパスの延長線作ってるやつですよね。
場への効果もそうですよね。工事中ですね。違う車というか、まあ見る車はワックスの方が多いですよね。ターボ RS よりワックスはほとんどね、毎日1、2台くらいは見るんですけど、ターボ RS はまあ1週間に1回見たらいい方かなっていうぐらいですね。
エリアが来ましたよ。
温が4度から上がらないですね。行けば行くほど早バイパス作れって書いてますよ、ね、バイパスとは書いてないんですが、高規格道路ってことは結局そういうことですよね。
締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。レーダー式取り締まりエリアですよ。スピードに注意しましょうね。
って